はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、二の腕痩せをですね、1日たったの1分、そして使うものはペットボトルを使ってですね、エクササイズをしていきます。で、このペットボトルなんですけども、水をですね、だいたいまあ半分ちょっとぐらい水を入れてもらって、これを使ってですね、二の腕痩せをやっていきますんで、ぜひ最後までご視聴ください。いきます。まずですね、両手でペットボトルの細い方を持ってもらって、これをお尻の後ろで持ちます。そしたら少し手を後ろに伸ばして、ここで上下に振ります。これを30秒間やります。こういう感じです。あんまり小刻みにねするんじゃなくて、お水が中でねしっかり上下動く感じで、ちょっと前かがみですね。これを30秒間やってください。そしたら今度は片手にしてですね、同じように振ります。水がしっかり動くように振ります。肘伸ばしたままです。で、今度は反対も同じように、少し前かがみで上下にしっかり振ります。これ今ね、しっかり二の腕ここ効いてますんで、しっかり振ります。で、今度は頭の後ろ、こういう感じで振ります。こういう感じで振りますっていう4種目だけです。簡単ですよね。1日たったの1分でいいです。1分、4種目あるんで、まあ各20秒やったとしても1分過ぎちゃうか、まあちょっと1分過ぎちゃいますけど、まあ2、30秒ずつぐらい各やってください。まずは後ろで動かす、ここをね効かします。で、片手で反対、最後は頭の後ろっていう4種目を毎日やってみてください。お水の量はね、まあ、3分の2ぐらいです。これがもうちょっと少ないとちょっと軽いですし、多いとね、まあ、中であんまり水が動かないんで、まあ、いっぱい入れるよりもね、3分の2ぐらいがベストかなと思います。ぜひ皆さん、二の腕痩せやってみてください。振るだけ、簡単です。結構ね、これ疲れてきますんで、聞いてきますんで、頑張ってみてください。あとはね、説明欄にダイエットに関するブログ貼ってますんで、よかったらご覧ください。今日もご視聴ありがとうございました。やったよって方はコメントください。